ロナルド・モーリス・ダーリングはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身の元プロ野球選手。フランス系カナダ人の父親と中国系の母親の間に生まれる。そのため英語の他にフランス語と中国語も母国語並みに話せる。名門イエール大学に進学し、東南アジアの歴史を専攻する。1981年のドラフトで、 テキサスレンジャーズから一巡目に指名を受け入団。1982年4月1日に D ・マジーリとの交換トレードでウォルト・テレルと共にニューヨーク・メッツに移籍。1983年9月6日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャーデビュー。5試合に先発して1勝3敗、防御率2.80を記録。1984年開幕から先発ローテーションにりし、 6月4日から7月6日にかけて7連勝を記録するなど前半戦で10勝を挙げる。後半戦は2勝に止まったが、12勝9敗、防御率3.81の成績を残し、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では5位に入った。1985年は前半戦で9勝を挙げ、自身最初で最後のオールスターゲームに選出される。リーグワーストの114を与えたが、 16勝6敗、防御率2.90を記録した。1986年は、開幕6連勝を記録するなど15勝6敗、防御率2.81の成績で、チームの地区優勝に貢献。ヒューストン・アストロズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し勝敗はつかなかったが、チームは、リーグ優勝を果たす。ボストン・レトソックスとのワールドシリーズでは、 1> 第1戦に先発し、7回1失点と高騰するが、援護がなく、敗戦投手。第4戦では7回無失点で、勝利投手。第7戦は4回途中で降板したがチームは勝利し、17年ぶりの、ワールドチャンピオンに輝いた。サイヤング賞の投票では5位に入った。1987年は不調で前半戦は4勝に、止まるが、 後半戦は6連勝を含む8勝を挙げ、12勝8敗、防御率4.29を記録。1988年は、自己最多の17勝を挙げ、チームも、地区優勝。ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第4戦と第7戦で先発。第7戦では2回途中6失点で降板して、敗戦投手となり、チームも3勝4敗で敗退した。 1989年は14勝14敗、防御率3.52を記録し、初のゴールドグラブ賞を受賞。1990年は、リリーフに回るなど7勝9敗、防御率4.50に終わった。1991年7月15日に、ティムバークとの交換トレードで1選手と共に、モントリオールエクスポズに移籍。移籍後は3試合に先発したが0勝2敗。 防御率7.41と振るわなかった。1991年7月31日にに選手との交換トレードでオークランドアスレチックスに移籍。メッツ時代のチームメイトでキャプテンだったキース・ヘルナンデスに敬意を払い、ヘルナンデスのメッツ時代の背番号17をつけてプレーした。移籍後は3連勝を記録したが、その後7連敗を喫し、シーズン通算で8勝15敗。 防御率4.26に終わった。1992年は後半戦で、防御率2.90と調子を上げて15勝10敗、防御率3.66と復活し、チームの地区優勝に貢献。トロントブルージーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発したが、6回3失点で敗戦投手となり、チームも2勝4敗で敗退した。 オフにフリーエージェントとなるが再契約。1993年は5勝9敗、防御率5.16に止まる。1994年は、序盤部長も6月26日から7月27日にかけて6連勝を記録するなど7月までに10勝を挙げるが、1994年から1995年の MLB ストライキで8月11日を最後に、 シーズンが打ち切られ、10勝11敗、防御率4.50の成績だった。1995年は4勝7敗、防御率6.23と振るわず8月21日に解雇され、現役引退。現在はメッツ専属のブロードキャスターを務める。ありがとうございます。